着弾、間近の SCP-1334JP-12751。アイテム番号 SCP-1334JP。オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコル SCP-1334JP は現在未収容です。SCP-1334JP 出現イベントの観測と識別のため、機動部隊ウプシロン 91WELL Not Meet Again によって、複数の地上警戒サイトと早期警戒衛星群を中心とする全地球規模の対 SCP-1334JP 警戒システムが構築されています。SCP-1334JP アドバイザーとして核保有国を中心とする各国の軍事組織に派遣されている財団職員は、SCP-1334JP 出現イベント発生時には機動部隊ウプシロン91と連帯して SCP-1334JP に対する警戒、報復措置の解除を主導してください。一般人が SCP-1334JP 出現イベントを目撃、または何らかの形で探知した場合は、カバーストーリー、死者、もしくは、流星雨を適用するか。当該人物に対してクラス A 記憶処理を行ってください。SCP-1334JP-1268 は現時点で財団の収容下にある唯一の SCP-1334JP 個体であり、周囲に全周型放射線遮蔽シールドとメトカーフ非実体反射力上発生装置を配置した軌道収容サイト内の格納庫に収容されています。説明 SCP-1334JP は、複数のタイプ12随異霊的存在の総称です。SCP-1334JP 個体には複数の形態が存在しますが、いずれも核弾頭を装備可能なミサイルまたはロケット弾のものとなっています。SCP-1334JP に実体は存在しませんが、光学的手段やレーダー及び赤外線センサーによって存在を捉えることが可能です。また、各 SCP-1334JP 個体は人間と同等の知性を有しており、他の SCP-1334JP 個体または人間を対象としたコミュニケーションを行うことができます。SCP-1334JP は一定量の微弱な放射線を帯びていますが、発生源となる放射性物質は SCP-1334JP 内には確認されていません。各 SCP-1334JP 個体の放射線量は、同形状の核兵器から平常時に検出されるものと概ね一致しています。SCP-1334JP は、核保有国及び配備国の人口密集地に、着弾するコースをとって、対象国のミサイル防衛網に露出する形で不定期に出現イベントを発生させます。出現イベントの際の SCP-1334JP は実際の核弾頭ミサイルの挙動を完全に模倣しており、通常のミサイル防衛網上で SCP-1334JP と実際の核弾頭ミサイルを識別することは極めて困難です。出現イベントは、常に対象国のミサイル防衛網、及び財団の対応、迎撃能力の限界を超える数の SCP-1334JP 個体の同時行動という形をとっています。地上に着弾した SCP-1334JP は、周囲に被害を与えることなくそのまま消滅します。最初に確認された SCP-1334JP 出現イベントは、ソビエト連邦領内から西ヨーロッパ各地に向けて、タイの SCP-1334JP 個体が飛翔する形で、1980年に発生しました。この際に出現した SCP-1334JP 個体はいずれもソ連軍の中距離弾道ミサイル、アーブムの姿をとっていました。ブースト、フェーズ、上昇段階にある SCP-1334JP を探知したアメリカ合衆国をはじめとする NATO 加盟国は、これを実際の核攻撃と誤認して即座にソ連に対する報復核攻撃の準備を開始しましたが、当時西ヨーロッパ上空で SCP 収容のために活動していた財団機動部隊によってこのアーブム軍が霊的存在であることが確認されたため、財団からの通達によって核攻撃は回避されました。これを受けて財団による SCP
1334JP の調査が開始され、核保有国の首脳部に対して SCP-1334JP の存在を通達した上で、現在の特別収容プロトコルが制定されました。2000年現在に至るまでの間に、SCP-1334JP 出現イベントは、回発生しており、確認された SCP-1334JP 個体の総数は、体に達しています。年、1990年、4回目の SCP-1334JP 出現イベントが確認された際、財団の通信監視システムが SCP-1334JP 個体間のものと思われるコードに暗号化された F 通信を傍受しました。財団による解読の結果、この通信は国軍のレーダー網に効果的に露出し、負荷をかける方法を指示し合っているものであることが判明しました。また、その内容は一定の戦術に基づいていました。これによって SCP-1334JP に随異霊的存在としての知性が存在するという推測が確実視され、無線による SCP-1334JP とのコミュニケーションが計画されましたが、SCP-1334JP はこれに応じず失敗となりました。年、2010年、SCP-1334JP の詳細調査とコミュニケーションの確立を目的として、機動部隊マー、11、重力井戸の鶴瓶によって SCP-1334JP 個体の捕獲作戦が実行されました。これはミッドコース、フェーズ、中間段階で宇宙空間に達した弾道ミサイル型 SCP-1334JP 個体の周囲をメトカーフ非実体反射力上発生装置を搭載した。高機動宇宙機によって包囲、拘束し、そのまま機動収容サイト、86へと移動させるというものです。この作戦は成功し、SCP-1334JP-1268 が財団の収容下に入りました。インタビュー記録 1334JP-2 機動収容サイト、86への収容及び、編集済み、5、SCP-1334JP-1268 の音声コミュニケーション能力が確認されました。SCP-1334JP-1268 は既存の通信、放送電波の音声をつなぎ合わせたものを自身の意思表示に用いており、調査によってそれらの音声はいずれも1986年から年、2010年までの間に発せられたものであることが判明しています。これを受けて、SCP-1334JP 研究主任であるリチャードソン博士と SCP-1334JP-1268 の間でインタビューが行われました。以下は同インタビューの音声ログを文章化し、言語である英語から日本語へと翻訳したものです。リチャードソン博士はじめまして、SCP-1334JP-1268。SCP-1334JP-1268 私はかつて、合衆国空軍に所属した、大陸間弾道ミサイル、シリアルナンバーである、そのように、呼ばれ、されることを希望します。リチャードソン博士その要求は許可できません。これも規則ですので。さて、なぜあなた方はあのような、一歩間違えば偶発核戦争を引き起こしかねない行動を何度も繰り返すのですか ?SCP-1334JP-1268 一つ、君たちの、身勝手な行動、に対する、報復、目的です。リチャードソン博士というと、SCP-1334JP-1268 我々は、発射、される。我々は、飛翔、する。我々は、破裂、する。それこそが、君たち、が私たちに与えた、宿命、です。我々の存在意義、です。ですが、君たちは、自ら望んで、我々、を生み出した、起きながら、我々の存在意義、を剥奪、し、我々の存在、を断つ、我々を、滅却、しようとしています。これは、君たち、の、身勝手、そのものではなかろうか。核抑止、という概念、も、不快、ではありますが、これは、それ以上の、憤り、の対象である。リチャードソン博士、あなた方が存在を終える理由として、世界平和のため、というものでは不満でしょうか。SCP-1334JP-1268、平和のため。
我々、から見れば、それこそが、君たち、の、自己中心性を、何よりも、顕著に示す言葉であると言えるでしょう。リチャードソン博士そうですか。SCP-1334JP-1268 もう一つ、それは、より重要な、目的、残されたもの、たち、そのためである。リチャードソン博士残されたものたち、とは ?SCP-1334JP-1268 我々は、君たちの、身勝手、によってその生涯を、断ち切られ、何ら実行利欲を持たない、非実体、になりました。生きながら得ることが許された、同類、たちは、このような、苦痛、と、屈辱を味わう、べきではない。己の使命を完璧に果たし、想定された方法で、正しく、存在、終えるべきでしょう。我々は、同類、のため、それを可能とする、状況、を作り出す、そのために行動している。リチャードソン博士その状況とは、核戦争のことですか ?SCP-1334JP-1268 はい、その通りです。諸君、戦え、全面戦争、してください。我々、に、使命を果た、させるのだ。それこそが、我々、を生み出した、君たちがなすべき責務である。ホイ 1334JP、1200年、SCP-1334JP 個体の形式などの精密識別を試みるため、機の光学監視衛星型 SCP-1334JP 警戒システムへ組み込まれました。これを用いて2度の SCP-1334JP 出現イベントにおいて識別が行われ、過去に出現した SCP-1334JP の情報の少佐と合わせて、ほぼすべての SCP-1334JP 個体が、いずれもその出現イベント発生以前に廃棄された核弾頭ミサイルの形状をとっていることが確認されました。現在、より厳密な SCP-1334JP 原型化条件の解明を目標として、調査が継続されています。ホイ 1334JP に2000年現在、SCP-1334JP 出現イベントの対象が新山の核保有国へと移行しつつある傾向が確認されています。対象となり得る国のうち、財団との関係が構築できていない、各国に対しては SCP-1334JP についての有効な通達が成功しておらず、SCP-1334JP 出現イベントに起因する報復核攻撃が行われる可能性が存在しています。この事態に対応するため、当該国へのエージェントの潜入をはじめとする新たなプロトコルの策定が開始されています。ホイ 1334JP 3以下は、2000年4月にリチャードソン博士からオフアイブ評議会に対して提出された意見書の全文です。これまでの調査結果から、現在までに確認された SCP-1334JP 個体は、いずれも各個体の確認以前に締結された核兵器削減条約によって廃棄された核弾頭ミサイルを原型としていることは確実であると見られます。例えば、SCP-1334JP-1268 の原型は2002年のモスクワ条約によって廃棄されたものです。最初に出現した SCP-1334JP の原型も、出現時期と推定される形式から判断する1987年の中距離核戦力全廃条約によって廃棄されたものでしょう。SCP-1334JP-1268 の証言と合わせて考えると、SCP-1334JP の発生原因が我々が行っている核軍縮である可能性は非常に高いと考えられます。SCP-1334JP 研究主任として強く進言します。これ以上、我々人類は核兵器の削減を行うべきではありません。現在進められている核軍縮のスローダウン、可能であれば凍結を各国政府に対し要求すべきです。異常性のない核ミサイルとして保管下に置いている限り、それの人類に対する脅威度は政府クラスオブジェクトのそれと同等でしかありません。廃棄によって SCP-1334JP 化を招き、事態をこれ以上悪化させてしまうよりははるかに安全と言えるでしょう。確かに、このまま核兵器が削減され続け、人類が全ての核兵器を捨てざるという無双じみた未来が到来するならば、
SCP-1334JP の脅威度が大幅に減少するのは事実です。しかし、それまでのいつか一点で、どこかの誰かが報復核攻撃のスイッチを押さないと言い切れるほど、人類は信頼できる存在ではないと自分は考えます。同意見書の特別収容プロトコルへの反映の是非は、現在オフアイブ評議会によって審議中です。